いるぜ、ついてこいよ。メールが来てます。んだよおめえよ、お前詐欺んじゃねえぞ。ありな、キリュウさん、まあ、お店に遊びに来てくださいよ。お話したこともたくさんあるんで、キリュウさん来るの待ってますからね。うるせえ、迷惑メールフォルダにぶち込んでやるぜ。あ、ねえ、迷惑メールとかねえのかよ、このゲーム。一生リナからメール来るじゃん。うっとうしい。俺はスターダストに来てんだよ。いかねえ。バッカスのマスター、実力者死んだがな。おなんだ、カツアゲか。じゃあ、ありなら全部出しやがれ。もうやめてください。何なんですか、何なんですかじゃねえ。いいか、さっさと出せよ。俺こうで出せよ、お前。いや、なんでもない。だよな、じゃあさっさと消えろ。すいませんでした。なんでねえら。悪は裁く。山内もよくねえな。おなし彼の見直してやる。色気取りか、ここは絶対やるぜ。お金くんない。お金なんなんだ。てめえら、金欲しいなら自分でカツアゲにもしてこい。ふざけんじゃねえぞこいつら。おっ、神話さ、これが。あ、もう退いてる。許して。スイッチ製高級腕時計を受け取った。いいんすか、こんなの。お前普通にじゃあ金を払うのと変わらんじゃないの。あんた人間じゃねえよ。腕時計もらっちゃったらいいだろう。やったぜ。キャバ嬢に渡そう。なんだてめえ、気をつけろ気をつけろ。おいちょ兄ちゃん、金持ってる。ポケサーしたいんだけど俺。あ、そうだ、イベント滑るには滑りながら行くんだったな。セレナにちょっと戻るぞ。おい、あんた。よし、お金だ。金出せ。酔っ払い。やかんで、やかんでドーン。やかんキック。うわやつ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 。なんでネットがこんなところに置いてあるんだ。ネットが路上放置されていた。誰かがカップ麺を作ろうとしたの。行くぜ。おじさん、すぐにアレスに行く？出発しよう。ああ、出発しよう。いろいろな問題を放置してる。ポケサーの、ポケサーファイター問題から。あとなんだっけ。気をつけろ、クソガキ。あ、すいません。女の子と歩いてるんだから、お前。いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとな。あの場所？昔いろいろあった場所だ。この町にいろんな思い出があるんだね。まあな。
R2 ボタンで早くついていく。おじさんは何で母さんを自動追尾するの？話すと長くなるから。俺は弓を探しているんだ。それで妹の瑞希、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ。いや、平田さん、どうしてって、自分のお母さんだよ。なんか言われそう。理由がなくちゃ探しちゃダメなの？いや、野暮なことを聞いた。すまん。これ止まっちゃったよ。あ、ちょっとちょっと、あなたたち、やっぱこうなるよな。どういう関係？え、どういうって？で、何？あなた、この子のお父さんかなんか？いいよ。ん？何やってんの？今逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね。ああ、うるせえ。なんだお前。はい、そこまで。ああ、おまわりさん。なんだい。これ以上お父さんのこといじめないで。は、お父さん見た目の割に気が小さいの。もうでも怖い怖い怖い。だからさっきから動転しちゃってて。もう警察官に足かけて怖い。父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。なんだ、でもその前になんかお詫びとか言ってしろよ。あれ、いた、消えやがったんです。ユミはお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近、いや、警察だ、クソ無能だろお前。この町のこの惨状を見たら変わった様子。あ、そうだ、そこら中に配置しろよ。ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。変えない。そっか。ここだよ、おじさん。ミニアムタワーなの？すごい立派なビル。この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるの？でも話途中だった。そういや、さっき警官に呼び止められたとき、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？声なんか人いなくて。知らない人から見たら別におかしくないでしょ。人いなくて薄暗くて声が響く感じ怖い。将来は女優になれるかもしれないな。でもなんか心地いい感じがする。それは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな歳になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。やめろ。リアルな話やめろ。58回？59か60回あるんだ。ちょっといい？何してるんだ？
おじさん、60回押して。ああ届かないのか。なるほどな。驚いたな。暗証番号か。よく知ってる。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。誰が来れるんだその店。お城みたいに広いね。フロア丸ごと全部だなんて大した店だ。しかも最上階。バブルの頃でも見たことねえよ。バブル？そのなんだ、景気が良くて日本中みんな金持ちだった頃だ。すごい。それじゃあおじさんもお金持ちだったの？そうだったかもしれねえな。今じゃ全部弾けちまった。全員ではないだろう。あ、痛いよ。すいません。あ、見るってこれか。これが美月は確かにレイナに言ってた通り、ユミに言ったことなく似ている感じもするわ。そして物音を見るのがレイの花模様の入れ墨か。ユミの妹としては妙に洗礼されてされすぎた感じなんだな。レイナユミ自身妹の存在を知らないと言っていたが、本当にこの女はユミの妹なのだろうか。ハルカ、お前なんで孤児院に。わかんないよそんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回もわけ聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。お、やばい、なんか色来たぞ。あんた桐生さんでっか。うわ、バレた。元堂島組のお初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。ラスボスだ。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っておくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。よりやつ言えるって言ってるな。とにかく登場会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ、明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ、そうか。お前らもユミとミズキを。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも海連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子渡したってえな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ、我ほどの男をこんなところで殺しとうないんすわ。あんた随分気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどやわじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。いや、こんな人目つかんところ、あ、それでも素手で来るんだ。おい、素手が出ると思ってんのか、てめえ、こら。
やめ、排出、排出決意、やめ、やめちゃ、やめろよ。やめちゃ、やめろ。てめえ。今今幸せかっけえな、ハードシュート。せ。ザコ相手にしてるとお前が恋して言ってほしい、お前が集中的に狙うぞ、もうシェーじゃねえてめえ。おい、ユイの仕置き来んな、すげえスイしてくる今この花みたいなやつを、ほらほら、壁にバチバフ、クソ、お前避けるな、クソ、なんだこいつ、避けすぎ、ああ、クソ、やめろ、助けてくれ、もう掴みまくるぞって言って避けるから、もうどれだ、もう掴みだろ、後ろも、あの、くそ、強えな、こいつ、間違えた、くそ、使えなかった、ついについ技使っちゃうんだよな、コンボ技みたいな使っちゃうんだよな、いけんじゃねえ、分かったぞ、こうやって、あ、うざっ、くそ、つえ、なに、やばい、くそ、必殺技使ってくるとは、やべやべやべ、くそ、その裏に回って裏剣してくるやつが強い、なんだそれ、あーもうてめえ避けるな、避けるな、ガード中に杖してくるんだ、なるほどな、分かったぞ、もう逆にカウンター狙う、これはついできない、なんでだろう、死ぬ死ぬ、ちょ、このままだと、これいいね、ヒートゲージが増えるぞ、いい感じにしろよ、お前増えたやつがすぐ消える、ああゲージ玉で間違えた、なんでわざとこれ出ちゃうんだ、これ地雷だな、これマジでこれ使ってゲージ吐き出しちゃう、ああちょっとやめてくださいよ、とどめをとどめをかっこよく取りたいんだよな、こうやって挑発して、おいよ、やめやめ、ちょちょ、本当にや、本当にちょっと挑発されて本当に来るのやめてくださいよ、やめろよ、お前挑発されたからって蹴ってきやがって、お前ほら、
あ、もう死んでねえ。うわ、助けてこの野郎やめろ。おいしょ、お前。おじさん、なんで、なんで私この人たちに追われるの？ねえ、なんで？わからない。今はまだな。いろいろ知ってるからだろ。美月と水木の居場所とかはきっと。心臓移植。ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。マジか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。ん？本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。え、なんかもう用意できますか？でもなんか何億っていうかと思ってた。それで100億と思って、なんとなく思ってたら3000万って聞くから、あれってなっちゃった。いや、3000万すごい額だ。おう、組長さん。松重。何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。おい松重、やってやれよ。組長頭下げてんだよ。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。え、ほんじゃこれからは仲良くやりましょうや。おい、てめえ。組長さん、じゃあ由美の妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして遥はその娘だ。行方不明だった由美はあの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん、ちょっとお願い。あ、丁寧にね。え、俺見てなかったんで、由美のじゃなくて。セレナです。ぼーっと考えてた。あの、兄貴ですか？何なんだよ。シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。
そうか。今どんな状況だ。実は今風間のおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東条会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。そうだ、金貸してほしいんだよな。携帯を持ってる。おけさんのために。おけさんしてんだ。15万貸してくれ。信じ、よう伊達さん。キリュウ、何か当てはあるのか？いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か？そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。例の公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。なるほど。そのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ、あそこは警察も不介入の危険地帯だ。介入しろよ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。伊達さん、遥かのことを頼めるか？ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。一番いるところになんで行かねえんだ。西公園にこれ行っていいのかな。早く帰ってきてね、おじさん。お兄さんだろ。サイの花屋、このま…だがそいつがいる。西公園、なかった。気をつけてね、キリュウちゃん。よし、行くぜ。もうキリュウちゃん、どこにいるんだ？待ったら、そこいつもあそこ1ビットポイントか。俺マジで、もう勘弁してください。黙れ、クソが。見て見ぬふりおばさん。やりすぎると死んじゃうんじゃないの？てめえは黙ってろ。うわ、怖いわ。早く謝っとけよかったのにね。ま、ストレス解消に蹴られててくださいよ。お前バカだよ。おい、てめえ止めないって。その男から俺はむしる高級時計とかもらう。その態度が気に入らねえ。やんのか。だ、うん、おれ、てめえ、こら、おら、うわ、はメニューが壊れちゃったじゃねえか。この店もういつも壊されて返すぞ。こともしません。あれ、助かって、気持ちいいね。これあげる。ゴールドブレスと受け取った。いや、悪いね、いつもいつも。ごめんなさい。いつも悪いな、ほんと。やってねえじゃねえかよ。エッチな。寝室ナースセンター、看護しちゃうぞ。看護したされて、なんだてめえ。後悔するな。うわ、すげえ。
初めて二人やったの。クソだよ。あ、今あれ反撃した。こんなのこれが粉々になる威力で殴るんだよ。死ぬやろ、こんなの。死んでしまうよ。よかったな、てめえら。看護されるぞ、お前ら。こんなところでやられたら看護しちゃうぞ。だぞ。いいな、看護されて。せつや、てめえ。おい、やんのか、お前。おい、いや、女の子ばっかだ。何この人、あっち行こう。クソだ。何この人。西公園5が。やめてください。あ、何かくれるボーイじゃねえか。すぐ飛びに入るぞ。後悔する。おい、あー、ビビってる。あ、こいつでこうやって、うわ、石んとこで殴った。もうことはしません。裏切る。タフネスライト、なんだお前それ。おい、てめえ、助けてもらっといて、なんだその態度。タフネスライトって舐めてんのか。勘弁してください。おか、あれ、これ自動公園じゃん。ん、西公園。あ、こっちか。西なのに東にありやがってよ。ここが世界の全てだと思ってたからな。ちょっとお前、ちょっと寄付してもらおうか。よし、後悔する。金だ。ほら、許してくれ。お、金だいぶ貯まったな。2万円もあるぜ。無料許可できる。10ポイント貯まった。生きる根性反撃、反撃を貯めて行える。何それ、難しそう。どうしようかな。ナイフやドスランドの片手刃物を持った敵の腕を躊躇なく叩き折る。うわぁ、敵が恋しい時に三角を使うのか。3ポイント取っていくか。だいぶ心がこう整ってきたぞ。メスキングやって強くなりてえな。
ゃねえ。邪魔だ。かっこいいんだからしょうがないだろ。またかマジ結構売られすぎじゃない？お前らさ金持ってないんだよね。ポケサーやりてえのにさ、まだちょうだいよ。ほらほら結構タフだな。うぜえ、そうですね、この新技いい感じ。申し訳ございません、申し訳ございません。倒してもらえないことはあるな。謝らずにしようかな。10円宝石屋さんか。やだやだやだ、近寄りたくねえわ、見たくもねえ。おい、そこのお前。えい、そこのお前。あ、金持ってそう。イライラしてんだよ。いやな。なんか金持ってそうだよな、お前。4人いたのか。さっさと来い。申し訳ありませんでした。3000円ぐらいか。なんか2万とかくれるやついたのにな、お前。いや、こっから新しいところに行くぞ。見せろ。叱るな。うわ、ムカつく、その小走り。くそー、小走りで会社に近寄って言ってんだってね。そこは適当に合わせておいてさ。なんだよ、なんだよ。に行くのか、そのつもりです。やめとけやめとけ。あそこはサイの河原じゃ、一度入ったら戻っちゃこれん。どういう意味だ。魔力があるんじゃ。人間落ちていくと今度は落ちていく危うさ が楽しくなるもんだ。一度それを味わうと全てが煩わしくなる。悪いことは言わん、やめておけ。俺は落ちに行くんじゃない、会いたいやつがいるんだ。そうか、なら用心していくんだな。さて、西公園の広場に来てみたが、スーツを着た男はいるやん。あいつのようだな。おい、あんたが借金の回収屋か。あなたは先ほど電話させていただいた方ですね。やべ、借金のやつじゃんこれ。めっちゃ違うやつ来ちゃったよお前。ああ、そうだが、お待ちしておりました。返済金額の24万はお持ちいただけましたか。こいついつまで待ってんだ。そんな金はねえ。いや、むしろ金を貸してほしいぐらいだぞ。あ、
と申しますと、返済のご意思はないということでしょうか。ああ、24万なんて金、ね、借りた覚えはないからな。おい、あんた借りた金踏み出そうってのに随分態度ができるじゃねえか。人がいたもの返すなんてガキでもわかるぜ。俺は借りてねえっつってんだろ。なんか強そうだな、なんかこいつ。立ち合い人みたいな。ゼロ号とかだ。払う気ないな。ぶっ倒してやりたくさせるまでよ。マジかよ。どうやかしら。よくそれで喧嘩売ってきたな、てめえ、お前。くっ。なんなんだ、こいつ、クソつえ。やりたいのは詐欺業者だったか。そうだよな、詐欺業者だよね。お前ひぃ、なんでしょう。お前のボスに伝えるのと俺にくだらに電話するんじゃねえってな。はい、伝えます。今日とはこれでお見逃しください。桜吹雪。お前こんなもんってよく使わなかったよな、でもあいつ。使えねえか、そりゃ。殺しになっちまうもんな。いっぱい原子もらった。やってよかったぜ。名刀桜吹雪。切られたものはその刹那に桜散る様を見るという言い伝えから命名された。かっけえ。こんなの18回で壊れちゃうのよ。18回しか触れないで何が名刀だ。こんにちは。なあ、あんた張り紙あったろ。使用厳禁。ちゃんと見たか。見てなかったっす。ちゃんと見とけ。ちゃんと見とけ。なんだよ。使用厳禁書いてある。この公園では以下のことを禁止しています。公園を汚損すること。植え込み屋に立ち入り、植物を、ちょっとなんか字が汚くて読めねえぜ。裸になること。裸になることを禁止しますとか、なんか普通書くか。書いてあったわ。信号。なあ、あんた張り紙あったろ。使用厳禁。ちゃんと見たか。見ました。じゃあ何されても文句ねえな。なんだなんだなんだ、やばいやばい。こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はいはい、ええ、そうです。わかりました。どうしていいそうだ。もう早く連絡しとけよ。お前撃たれたらどうすんだ。こっちだ。ご案内します、キリュウさん。うん、怖い。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。警察介入しろよ。マップが広がったな。
ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。強そう。武器屋さん、いらっしゃい。しまった、金がねえぜ。スーパーパワーモーター、ウルトラスイックタイヤとか売ってる。持ってんじゃないのこれ。むしろこれが欲しいぜ。アレクサンドラ・トリバネ・アゲハ。うわマジか、メスキングカードが売ってやがる。アレクサンドラ・トリバネ・アゲハ、スーパー脳天落とし、スーパーダブルキック、反撃回復、回復回復とかすげえな。マスターボール、マスターボールが売ってる。何が気絶させるほどの刺激を与えられるぜ。違う、捕まえるやつだろこれ。立ち前もするんだ、スタンド。マスターボール。ああ、まあ、ネーミングは多分確信犯だろうな。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。ボスは地下の一番奥で。入るぜ。素敵だ。いっぱい人いるよな。カムロ町、使われなくなった地下鉄をこんな風にしたんだろうな。すげえ、俺も行きたい。行きたくない別に。ええ、情報はサイの河原の命です。上界にあったことはすぐに下界の我々に伝わる仕組みになっています。ボスは味ですよ。すげえな。今日はどんな過ごしてくれるのかね。なんだ君は。いや、これはどんな場所なのか聞きたくてな。まったく状況を読みたまえ。今は私はこの子を楽しんでいるところなので。あらおね、お客さん、こう初めてなの。ああそうだ、かわいい。ここはビップしか来れない社交場なのよ。お兄さん、お金持ってる？あんまり持ってなさそうね。やべえ、やっちまったぜ。そうだ、ここは急には人が来る場所じゃないのだ。早くどっか行ってくれ。くそ、さぞかし女性のレベルも高いんだろうな。割とだな。入りたい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 入るぜ。入れねえぜ。なんてこった。あん中に入りたいんだけど。お兄さん、私たちと遊びましょうよ。くそ、どうなってんだ。会長さん、社長さん、ピンボケしちゃう顔が見たいのに。金持ってくれよかった。こう入りそう。入れねえ。賭けしたい賭け。こんにちは。お、お客さん賭けですか。やる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 。何の賭けしてるんだ。初めてやっ
ですか。この先でやってる例の戦いの影ですよ。なんだそれは。シャイだったら教えられませんね。ここから先は VIP でも選ばれてしか入れない場所ですから。くそー。またご縁があったら来てくださいよ。サイの花屋は知ってるか。そう、サイの花屋に用があるんだ。近いのボスの、ボスって男のことか。ああ、そうだ。よく知らんよ。私は金払って遊びに来てるだけなんだ。誰がこの経営者なのかなんてことは知りたくもない。そうか。君も気にせず遊べばいいさ。ここには人間の欲望全てが詰め込まれているぞ。ははは。ああ、この子いいじゃん。この子は、この子は、この子は？下向いてたらわからないだろう。キリュウさんですね、お話を伺っています。どうぞ、一番奥の屋敷の中をお入りください。一体ここはどうなってんだ。サイの代わりですよ、ここは。サイの花屋にわからないことなんてありません。伝説の情報屋か。こっちだな。このドーンってどのタイミングで起きるんだろう。桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花屋。何の情報が欲しい。登場界の100億、それにユミとミズキって姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ。2万円持ってるぜ。情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。すげえ。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がないだろうな。おいおい。10年前堂島の竜っていや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。喧嘩だ。地下闘技場か。そうだ。金の使い道を思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。うわ、殺していいのか。ここはサイの河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば賞金欲しい。そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。これはいい金稼ぎじゃねえか。もうこんな命がけのバトルをしてさ、ポケサーのパーツをギアとかを買うわけだ。やるぜ。パーツ代のために俺は命をかける。いいか、キリュウ。これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。楽勝だろ。ルールは素手であること以外には特にない。
好きに暴れてもらって結構だ。高額な金の代償だ。強いやつとやってもらう。で、3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、分かったか。準備ができたら声をかけてくれ。またな。出るぜ。準備できたか。あ、ちょっと待ってください。早くしろよ。また回復アイテムとか使っていいかな。入局して喧嘩の人は。あ、もう3ポイントのとか全部取ってるんだな。いや、めっちゃ経験値ありそうじゃね。敵も強いだろうよ。攻撃を食らった時に変更できるんだ、すげえ。ラッシュ。あ、これ銃必要なんだ。ラッシュとか取っていった方がいいのかな。行くぜ。準備できたか。おっと、武器か防具を装備しているな。そいつは禁止だ。防具もダメなの。外してくれ。じゃあな。防具もダメなのか。お守りぐらいだったらよくない。くそ。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。じゃあな。試合中に遊びするのは無理なのかな。レディース・ジェントルメン、ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき極道、キルあー、これは盛り上がる。ここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯、ダニエル・フェルマン。殺人犯か。日本すげー。無制限ルールなし。バッかな。地下闘技場で。ベオからの脱走し。ほら、カスマさんに勝てると思ってんのか、お前。俺だって親父を殺したんだよ。痛い痛い。うわ、火力が高い。3人勝ち抜けたらこのところであんまり使っ、ちょっとね、このところであんまりダメージ受けていったらダメだって。おら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 、一人は楽勝だったぜ。さすがキリュウカズマ、極道の喧嘩散歩炸裂。さあ、続いての挑戦者はムエタイミドル級元王者。ムエタイ王者だ。ムエタイ王者とかに勝てるわけないやろ。キリュウカズマの初防衛戦、どんなファイトになるのでしょうか。今、ゴングです。お前殺すよ。本物の格闘家役者ダメだろ。うわ、強い。そのローキックみたいなのでなんかめっちゃ減る。さすがだぜ。いや、回復あんまりないんだよね。いや、これ使いたくないよ。なんかこういうなんかエリクサーみたいなの。くそ。やぶ。いや、ムエタイもっと王者として、このチンピラ殺法なんかに負けてられへんよ。やっべ。くそ。
それローキックみたいな連発やめて。強い、くそっ、やべ、どこを掴んでんだこれ。起き上がりになる、さあ、ほら、マジだ。間違えた、なんとか入った。うわぁ、殺したぁ。飛び入りの気流、快進撃が止まりません。おっと、今、次の挑戦者が決まったようです。驚きです、なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝を奪い、いやそれは無理だろう。ネガスの地下リングチャンピオン、グリーンバスターホース。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルさん。食事と副上司、お好みは。その日本語、意味分かって使ってんのか。無敵の極道隊、無敗の地下王者、中国の一戦、今、ゴングです。絶対強い、すぐ終わらすね。副上司させてくれ。足音出ないな、お前。やばい、うわ、怖い。ほら、間違えて出しちゃった。やめろ。おー、ムエタイの方が強いのでは。くそ、やれ、くそ、お前電池の残量が少なくなってきた。なに、やれ、さあ、ほらほら、やばい、やめろ。ダメだろ、回復使っちゃう。これはガチの勝負なのに。あ、使っちゃった。飛べだー、これ。ムエタイが最強だったな。まさに喧嘩最強、極道の勝利。無敗の王者に土をつけ、今新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。いや、危ない危ない。いくらもらえるんだ、お金は。お前全部が5万円くらい。東条界の100億と由美と水木って女の話だったな。東条界三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえ。やっぱあいつだろ、俺もそう思うぜ。だが今の東条会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、人気が効いて呆れるぜ。100億を奪ったのは由美って女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何、東条会で裏取ってるうち、妹の水木が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。
それで水木の娘遥かか。なんだって？東条会は水木の娘を探している。遥か今俺と一緒にいるんだ。遥か、そうだったのか。なんでそこがわからない。一昨日顔を隠した妙な女が来てな、そいつが探してくれって言ったこの名前が確か遥かだった。そこは分かっとけ、情報屋として。由美か水木ってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれが由美って女か水木って女かも分からねえ。得体の分からんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、分かった。お前に客だ。客？見に行くぞ、足元注意しろ。何？面白い。こいつ驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。1万も目で追えねえ。客の様子を見せろ。はい。伊達さん。伊達さん、怪我してる。地下、何があったんだ。奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。うん、あ、何やってんだ伊達お前。ボス、トラブルです。なんだ。ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。伊達さん、助けに行かないと。なんであいつ勝手に連れ出してんだよ、このクソは。引っかかるじゃねえか、お前、やめろ。そうだ、装備をしっかりし直さないと。これも装備品なんだな。特に意味なさそう。銃で撃たれそうだからなんか銃する人か。あ、いる。おい、伊達さん、すまねえ。はるかが分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。電車は引っかんでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。武器こんなに持ってても財宝ねえぜ。
キリュウちゃんにかかれば。まあでね、マジお前これは僕も誰さやってくれたな。はい、僕と四天三剣流。はい、僕と広下、お前拾っちゃったじゃねえか。いった、てめえ先じゃねえぞ。クソ、技が使いたいんだよ僕と。のいい加減にしてください。てめえ、くらえ！木刀キック！木刀強っ。呆れた強さだな。あんたが、サイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ。この情報量はつけにしといてやる。ええ。あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。その後は知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、じゃあ恨まれてんじゃねえのか。マジマ組の奴らだ。マジマ組？よりによってマジマの兄さんか。何やってんだ、真島五郎、あいつ。伊達さんはセレナで待っててくれ。だが、それじゃその体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろよ。バッティングセンターこの辺だよな。あ、これか。おっしゃ、ほら大塩からトンボやったぜ。この状況でメスキングカードは重要視される。メスキングカードはまず拾う。俺キリュウかわすよ。くせえ、今喧嘩してると場合じゃねえんだ。何だ、後悔するなよ。それどころじゃねえんだよお前。これはシュガーなら一人増えるようになったな。おい、チャリコぶっ壊そう。ほらほらダー、原さん畑うまい。ほらそうか、メスキンカード拾ってるところ、メスキンカードで遊んでるところも、ポケサーやってるところも全部情報屋知ってるんだわ。君おお、おい、待てよ、お前死ぬぞ、これ。後悔するなよ。何なんだお前ら。うわ、なんかこいつ死なねえ。おら
もう一回もう一回もう一回おらー勘弁してくれ勘弁してくれ全然お金増えてねえよふざけんなマジはね、見損なったぞ、あいつ。バッティングセンターやりに来ました。てか、できんのかな？楽しそう。久しぶりやのキリちゃんわしゃ嬉しゅうてたまらんのや堂島の竜と直接やり合える本物の命張った喧嘩ができる何でもやったよなあキリちゃんならわかるやろなあおぎはハハ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 言うたやろキリュウちゃんわしゃお前と勝負できりゃそれでいいんじゃ本気で言ってるのか本気も本気大マジやなあもうこれ以上じらすなやキリュウちゃん行くで勝負やあんであいつ武器持ってんだずるくらい武器持った相手を手をへし折るという技を覚えたからな俺は使ってやるで早速下がってこいカウンターだカウンターうわあくそちょっと何お前いいんかこれ古文引き連れていいんかお前こんなんでいいんかお前因縁の決闘がお前おいなんでこいつらおかしくないっすかちょっとこんなん許せませんよお前結局マジアもそんなやつだったんだな所詮その程度の男よ所詮マジアもその程度の男よやめろやめろやめろ痛いふざけんなふざけんじゃねえぞどうせ人気投げだってあれだろなんか2チャンネルの人たちがこう荒らしてるんだろうな大して人気がねえキャラなのに1位にしてるんだろう前にジョジョの人気投票で5位九条丈太郎5部4位九条丈太郎4部3位九条丈太郎3部あれじゃあ2位九条丈太郎とか1位バニラアイスほらどうでもいいわそういうやつだろどうせ1位1兆円とかだろいって強えなお前いや周りの雑魚が強え普通になんか、いやぁバット振ってその威力って弱えなあいつらまずタイマーにすることだくそ、なんかシュシュシュ受けなかったあいつお前バットじゃおらバットじゃおらおらやめろ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 そりゃ死ぬ死ぬよこれって知るからね人の頭をフリスイングしたよ
お前もやってやろうか。ほら効かす。ドガー！うわ、あんま効かねえ。やばい、強い。いや、減らねえな、お前。暴力もかなりと思うんだ。いや、これハメハメハメ。それはすごい体力。やべ。やべ。ちょっと待って、痛え！そう、原子が、4人死んでしまう！やばいぞ、これは。暗いやがれ、この必殺の桜吹雪を。桜吹雪の、あれ、数字来てない。ちょっと待って、なんで数字来てないの。ちゃちゃちゃ、桜吹雪の必殺技を打ちたかったのによくわかんねえな。もう使えねえんだ、竜にしないと。そういうことなのか。バッバッと打ち替えた。クソだ。あ、痛い。よし、くぜ。あとちょっとだ。ちょっとでもねえけど。ラッシュ誰だ、回避を使わないと誰だ、ラッシュは。くそ、かなりこれラッシュはこれ熟練度が要求されそう。いや、攻撃早いんだよ。くそ、オラオラオラ、あー、もう痛い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 。敵はひるまないのがちょっとダメだな、これマジで。死ぬ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 。うるせえ！うるせえうるせえうるせえ！ちょっと待って！うぅぅ、危なかったもう。くそ！ダメだ！なあ、弾かれた！くそ！よっしゃ、ほら。もう、アイテム使いまくっちゃった。やっぱり、ごついぜ、お前は。それでこそ、キリュウちゃん。まだまだ、行くぜ。勝負はついた。はるかを返せ。いや、本気のゴロちゃん強かった。死ねや、キリュウ。やべ、クロちゃんみたいなのが来た。なんで？キルちゃんはな、俺の獲物や。このうわ、こいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジム、おやじ、おやじ、おい、救急車だ、早くしろや。死んだな、おじさん。はるか、
ったよ。遅くなったな。すまなかったな、ハルカ。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん。縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰だ、キリュ。いや、何者だ。お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ。お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い。お母さんに会わせて。ねえ、お願い。10年後の意味どうなってんだろう。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう。はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。ひまわりだ。うん。大事なお守りだから、これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか？うん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。怪しい。見せてみよう。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。なんで。言ってみただけだ。ハルカ、そのおじさん顔は覚えてるか？真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を？うん。何者なんだ一体？さあな。一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。厄介なガキを拾ってしまったんだな。マジマはただキリュウと戦いたくて連れ去ったのか。ちょくちょく相手してやってんのに。これは回想だよね。おい待てこら。おやおや、誰かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か？おう、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな！なんでそんなことした？おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが！筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら、組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ。3000万。どうしても用意してって言ったのはお前だろうが！俺のやり方が気に食わねえって言うなら、お前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや。何もできねえくせに偉そうな口利くんじゃねえぞ。バカ野郎。こいつ散々だな。てめえ、
恩を仇で返す気か。すいません、本当にすいません。この詫びは縁故でも連れて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つって言うんだ。すいません、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 すいません。たく、風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます、ありがとうございます。キリュウならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。こいつが使わっときゃよかったんだよ。キリュウならポケサーでな。シンジから金借りてポケサーしてただろうな。シンジとかいう部下が有能だもんな。いいね、かわいいぜ。はるかちゃん疲れてたみたいね。ぐっすり眠っちゃって。キリュウちゃん今日はどうするの？何か新しい手がかりを探さないとな。町に出てみるか。大丈夫？キリュウちゃんすぐ変なことに巻き込まれちゃうから。ハルカちゃん寝てる。あ、可愛いぜ。ハルカちゃんにヒゲジュリジュリしたいんだけど、近寄れねえんだけど、ここ。ハルカちゃん、おヒゲジュリジュリしたい。おヒゲジュリジュリさせてくれよ。なんでおヒゲジュリジュリできねえんだ、このゲーム。クソ、イライラしてきた。ユーネも蹴るか。可愛い。裏から出る必要はない。裏とか表とかあるんだ。見ていきます。キリュウちゃん、あいつ腹さ腹刺されて。私、河原のもんでモグサって言います。今花屋さんのところで働かせてもらってます。旦那、ちょいとボスのところに顔出してやってもらえませんかね。どうもボスの身内にトラブルらしいんです。ここんとこずっと機嫌悪くて。花屋、人件費も半端ねえだろ。私らには何も話してくれねえんです。花屋に家族が。大昔に別れたのがね。その息子ってのがこの町の不良でして、向こうはボスの顔さえ知らねえんですが。キリュウちゃん、キリュウちゃん、あいつ結構重症だったのに、もうキリュウちゃん徘徊してんの。ちょっと今日はなかなかメインストーリー進めたことだし、そろそろポケサーがやりたいんだけど。ちょっとポケサーやりてえな。いらっしゃいませ。で、回復買わないとな。貴重な金が。ありがとうございます。もうすっかりなっちゃうんじゃなくなっちゃって、効率派になっちゃう。メスキングもやりたい。ポケサーのあのね、まだあのイベントの途中なんですよ。うるせえあいつな。どこ徘徊してんの。いないじゃん。何これ、怖いんだけど。キルちゃん、キルちゃん聞こえんの。
これセンサーか。このセンサー嫌なんだけど、どこにもいないのに声で聞こえるんだけど、死んだんじゃねえの。まあ似てんな、3人ずっとこれ。めっちゃそっくりや。いや、やめろ。やばいな、タブだな。この技かっけー。よし、2人や。やうわハネアザース。ああ悪そうな女。悪そうなの。お、なんだ俺と私のお尻を。本当か、キリュウカズマ。何、おい、ちょっと待て、お前何も触ってねえだろ。時間です。犯人はこの人よ。誰か誰か誰か助けて。おうおうおう、そこのおっさん、よく俺なら手出してくれたな。ふざけんな、俺何も触っちゃいねえ。ああ、ケツタレ触ってそりゃねえだろ。おい、俺は触ってねえって言ってんだろうが。赤羽の後ろを切るつもりか。こっちとしてはケツに突き出してもいいんだが、今これ一枚あればどこに見逃してってもいいんだぜ。しょうがねえな。ダメージに引っかかっちまったぜ。時間のなら1万くらい払ってやるよ。本当に払うのかよ、キリュウ。いいのか、お前それで。これでもいいだろ。おい、おい待て。なんだ、さっきの1万この前の慰謝料だ。だからまだ俺らへの慰謝料はもらってねえ。何、何言ってんだお前は。俺は大事なのケツを他の女に慣れ回されてショックを受けているんだぜ。俺の衣装5万払いな。しょうがねえな。なんだと、どうせお前ら痴漢で出ちゃいけないよ。どこが金巻き上げてんだろ。何言ってんのよ、こいつ。こいつのケツなんて頼まれたって触らねえよ。頼まれたら触るだろ。よっぽど知りてえらしいな。下がり死んどくか、あ、まずボコボコにしてやってよ。おい、余って遅いぞ、おっさん。おい、先やがって。女の子を殴ったのか？いね。いった！先！弱え！そこのチンペラより弱えわ、お前。なんで強そうだ。お前が弱いんだろ。もう終わりか。すいませんでした、これで勘弁してください。5枚目だった。やった、これもしかして最初1枚目払うと得するやつでは。え、ちょっと待ってよ。ご自慢の会社逃げちまったようだな。こんな情けないとこ、こっちから願い下げをするより。ねえ、あんた私と組んで一儲けしない？する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 。なんだっけ、美人曲って。え、だって言っちゃうけど、いつも忘れる、本当に。この美人曲に関しては、この美人曲が頭に入ってこない。俺50回ぐらいこの美人曲の読み方を聞いた気がするのに。あ、お前と組む？あんた私が組んだらきっと最強よ。つつぼだね、つぼ、そう、つつぼだね。美人曲の読みを50回聞くっていう右上のやつが出てきそう。ねえったら、何言い出すかと思えば、冗談はその顔だけにしておくんだな。何よ、せっかく伝えたのに。そうそう、可愛いじゃんな。まあいいわ、他のとこ探すから。え？お前まだ来いてねえようだな。冗談よ、冗談。もうこんなことしないわよ。それでいいんだ。二度と変な曲打つんじゃねえぞ。
分かったよ、うん、今回は何事もなく済んだが、もっと騒ぎ大きくなっていったら危なかったかもしれない。くだらないこと思いつく連中のせいで生きにくい世の中になったもんだ。俺も疑われない、気をつけないとな。すげえ、100溜まってるよ。ほら見てくださいよ、これは一気に本来取れないレベルの、もう制作側がはもう想定していないレベルの、もうやばいやつ取ろう。ここら辺もこれレッドヒートパワー100で全然届かねえわ。ちょっとこれあえて貯めてみたいな、想定外といったら想定外。めちゃめちゃ強いのねえから、めちゃめちゃ強いのちょっと目をつけときたいわ。神速の時かっけえ、なんかヒットゲージを全て消費するが一定時間攻撃速度を高める。ラッシュとかただしさえ速すぎてちょっと困惑してるのにさ、さらに速くなるの。顔ねじりの極みガードシール的な腕をかいくって顔面を捉え、ねじり倒して蹴り潰すいいっすか人間にそのことやって。先王の極意いろいろあるな。どうしよっかな、10ポイントがなんか安くなってきたぜこれ。この攻撃アップ目指すか、攻撃力上げていこうぜ。攻撃力、いや攻撃力が全てでしょ。ヒート陣ラッシュコンビひるみにくくなる、これも重要だよな。敵を投げた、敵は物を投げたというのダメージ増加、剛腕つかみ投げ、敵に疲れた状態から脱する投げ技、スウェイの距離が伸びる、力プスパワー、おい、攻撃力アップ3、右列まで行こうか。これも火力がすげえ上がってきたな。そうだ、俺は今あれだ、あ、ポケサーやりてえんだ。5万もらっちまった、これさ嬉しい。うるせえ、待つもんか。もういい加減進むんだ俺は。何言ったよって歩いてる。おい、あんた何言ったら誰だ、なんだ、何あらすにやられてんだおめえ、道を開けろ。なんだお前は、はあ調子に乗ってんな。俺が誰だか思い知らせてやるよ。誰だお前はお前、俺は桐生一馬だと知ってるのかお前。くっついて渡すから二人 やらないかなと思ったんだけど、あー、こういうカップが効いてる気がする。もうビビってるよ、この。なんだ？あー、出てきたー！乱入してくんな、あいつ。お前、怪我してるだろうね。うあ、くそ、うわタイが早すぎる。あー、声が一度弱ったぞ、ちょっと低くなってる気がする。
もう一緒出せ、もう一緒はめる、もう角から。ほら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 、いや、ラジだ、くそ、もう出さないよ、もう出さないよ、おらおら、グッシャー、うわー、もう一回病院に戻れよ、お前、ほらパターン入ってる、ちょ、ゴミ箱持ってこよう、早くしてる、やべえ、嘘だろお前、クソ、四角って出るんだけど早すぎて全然気づかないんだけど、あんなの、俺さしてんだよ、そこはどけよお前、間違えた、カウンターいいな、ほら、うわ、ダメだ、チャージケー、シャクソ、シャールや、よし、もう一丁、ドーリー、おー、行くぜ、ドーリア、ごっついの、マニキュアの人は最高のステーションやないか、もうすでに経過しとるんやからの、また来るで、おいなしで大仕事ですわ、いかんで、今度は喧嘩するときはちゃんと俺を呼べや、おもろいな、上がれ上がれ上がれ、それ上がってよくない、上がっていいだろ今、まだそれ一回止まっちゃうんだ、パルクールしようとしてた、いやポケサーファイターに負けたままだったんだよね。ここからポケサーファイターの時間です。ポケサーの時間です。よし、やるぜ。ま、違う。パーツを買いたくんだったよ。くそ、間違えたぜ。前回、コースアウトで負けた。スピード74はやりすぎたかも。で、今回も、なんかモーターをサイの代わりで購入したんですよ、ウルトラパワーモーター、あれなんか劣化じゃんこれ、イダテンが強すぎてモーターもイダテンがいいと僕は思う、何がダメなのか、しっかり見ないと忘れちまったな、マシンが斜めに走るのがウォールゾーンだ、頼んだぜ、この時を待っていたよカズマ君、これが僕の集大成だ、全力で行くぞ、注目のカズマ君は青レーンだ、対するはお久しぶりポケサー、運が悪くて負けた気もする、最高の走りを期待してるぜ、レディーゴー、いや意外とコンサートしねえよ、あ、なんということだこれはダメだ、こんなはずでは、バカな、待っていて、急ぎすぎだよ、君にはまだ少し早かったかな、いいレースだったよ、いいレースだったな、パーツが足りねえからだ、金の力で勝つ、わい、大体だった、早すぎる、早すぎるし飛びすぎる、買うぜ、いらっしゃいませ、おら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 、え、これだけ、やった、全部買えた、ありがとうございました、やったぞ俺は、じゃあ次は完璧なカスタマイズ、
カスタムする。タイヤはローハイトだろ、これは間違いない。スリックもいいのかな。いや、グリップはいる。スリック、ローハイトの劣化にしか見えないよね。これなんか能力値を見る限りではな。似たような形状だけど、横幅が広い、ローハイト。これら逆に狭い。スピードはすごいけど。重いフィンはこれだ。コースアウトしにくくなるがコーナーでの減速は大きい。コースアウトは問題だからな。これにするか。ラバー。ノートは間点固定で、新しくなったのはノーマルとハイパーダッシュ。ハイパー進速。すげえ、めっちゃ速くなる。ハイパー進速ギア。加速が落ちる。それはどうなの？これもノーマルにするか。この2個がなコスト6でいいんだけど、これ変えるとしたらなんだ。俺高速バッテリー使ってたんだ。でもまあ高速でいいだろ。え、サスペンションつけてなかったの？嘘だろ。これはつけないば。え、これで勝ちじゃん。よし、じゃ伝説のコース復活、みんな、ハイヤするんじゃないの？もう余裕だぞ。マシンが斜めに走るのがウォールゾーンだ。巨大な壁を華麗に突破だ。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。よし、勝った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 。この時を待っていたよ。注目のカズマ君は青レーンだ。対するはお久しぶりポケサーファイターだ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。負けたら恨む。おら、僕の走り早い早い早いぜカズマ。重さを足したからかなりもう、いや遅っ。ちょちょちょ、縛りめっちゃ取られる。いやでも関係ねえな。4周しかないんだよ、たったの。カスタマイズが良かったね。芝がやべえが、勝った勝った勝った、これは楽勝。嘘だろそれ。やめろ。あぶねえ。最後芝がちょっとやばいかな。間違えた。頑張れ頑張れ、よかった。使ってよかった、使ってよかった。超最速はやっぱりカズマくんだ。ふん、俺はカムロ超最速になっちまったか。勝ちだ。やったぜ。俺のスペシャルカスタムを破るとはさすがだねカズマくん。カムロ超最速の称号は錆びついていないようだ。肉体的ダメージ受けてる。カズマくん早すぎる。イギリスだったぜ。アイカーズファイターのマシンは手強いな。タグマ来た。タイトもかっこよかったよ。じゃあ次のレースは、あ、タグマとやるのかもさ。次のレースは俺だよ、カズオくん。来なかったか。来たな、タグマくん。ファイターカズマくん。あのさ、俺その無理に言葉で言おうとしなくていい。お前もレーサーだったら言いたいことはサーキットに語れ。分かった、勝負だカズマくん。よし、またコスト制限ほとんどなし。すげえコースだ、今までで一番すげえコースだ。坂がとんでもなく多く、ジャンプも怖い、カーブもやばい、芝はなし。これはまずい。しかも距離がかなり長いな。しかも8周ある。
これは難しいですね。バッテリーはとりあえずノーマルバッテリーの核を落とさないければいけない。ギアはどっちもパワーが弱いけど、パワーか、苦手はないな。難しいな。重すぎて坂がきついと思う。サスペンション外すか。よし、これでいくぞ。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。今日はどんな奇跡が起こるのか。中心にそびえ立つ巨大なループ、パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。行くぞ。17年の時を超えて同じだ。色が絶対に負けられない戦いが始まるぞ。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。片付けてもらうよ。ゴー、はい、少し寝遅れたか。え、嘘でしょ。これが終点の走りだ。いや、今偶然。あ、ちょっと待って。大丈夫なのか。いや、これまずい。相手速いのに全然、うわ、飛びすぎ。やってしまった。え、これどうすりゃいいんだ。これはかなりの強敵だぞ。相手速いのに、この速さでもきついのに、さらに速くして、しかもコースアウトしちゃいけないという。勝者はタクマくんだ。何考えてんだあいつ。どうすりゃいいんだ。あ、あれ、何か言ったことあったんだけど、何を言いに来たんだっけ。うか、いか、俺の不甲斐ない足でタクマの決意が開いてしまっている。カズマ君、ファイターとの、バトルでマシンにトラブルが出たのかも。一回マシンを見直してみたら。ああ、そうだな。あぶねえ。くそ。どうしよう。これは難しいぞ。かなり変えなきゃダメだな。めちゃめちゃコースアウトするもん。カーブがやばかったな。カーブもやばかった、ジャンプもやばかったぜ。ローハイトにこだわってるけど、スリックにするか。グリップ力は減るんだよね。グリップって要するに跳ねやすさだよね。グリップとバランスが重要。それで俺いつもローハイト使ってた。グリップとバランスをとにかく高めよう。え、なんで俺スピードに使った。このマシンだ。グリップとバランスはこれはピンでは上がらないな。コーナー力を高めたい。コースアウトしにくくなればコーナーでの減速は大きい。どうしよう。これ使ってたもんな、ラバーキン。これ使ってきつかった。ミドルフィニッシュが攻めて、モーター伊達に使ってたけど、伊達のスピードで辛かったけど、いや、モーターは伊達にしたい。これは伊達はもうかなり強い。で、ギアですよ。ギアはこのコスト6にこだわっていたが、コストは関係ねえな。5まで視野に入れよう。とりあえずさっき使ってたウルトラ神速にして、スピードをある程度に落としつつも加速を上げて、収束かな。パワーを上げた。バッテリーはノーマル、サイドステーはサイドステーなし、サスペンションはなし、バンプアはつける。コスト33しか使ってないよ。
45まで使えるのにな。コースアウトはしないと思うけど、これで勝てんのか。一回やってみよう。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。今日はどんな奇跡が起こるのか。中心にそびえ立つ。頼んだぜ、俺のデビルキラー。17年の時を超えて再び激突するカズマ君とタクマ君。やべ、色間違えた。に負けられない戦いが始まるぞ。注目のカズマ君は青レーンだ。対するはタクマ君だ。いや、赤黒かっこいいな。赤黒、赤と黒。集中集中。俺も黒くしてオレンジのところ。あ、スピードこんなもんでいいんだ。やべえ、なんということだ。いや、スピードは意外とそんなもんでいいんだな。もうちょっと落としたっていいぐらいだ。コースアウトしないし、ちゃんと話しない。コースがコーナーがえぐいな。サイドステつけよう。やべやべ。コーナーをもうちょっともうちょっと上げていくか。金はミドル、迅速大きいがコースアウトしにくいやつ使ってんだよな。これより上だとラバーフィン、減速がさらに大きくなるけど、コーナーがさらに上がる。ラバーにしちゃってさらにサイドステップつける。まあいいっすよ。どうだこれで。スピード落ちそう。僕のお気に入りの注目のカズマ君は青レーンだ。対するはタクマ君だ。カウントダウンが始まるぞ。スピードがどうなるかだよな。遅くなるよ。うわ、嘘だ、遅すぎた、遅くなる。なんで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 。すごい挙動でレースへ戻る。体勢が崩れている。話にならない。なんでこんなにコースアップすんの。アクマ君強すぎ。なんということだ。これはきついぞ。これはかなりコアツが限られる。ピンポイントで合わせていけないな。だってあんなに速さ犠牲に重くしてコースアウトするってよ。サスペンションもつけるか。となってくると速さを落としたのは回復しなきゃダメやん。速さじゃないや、サスペンション。159グラムはやばいって。これどうしよう。それもスピード上げないと加速化。中速を。中速でいいのかな。これ重さ自体は変わらないもんな。何が変わるんだろう。普通に緑が強そうに感じる。いや、これ絶対重い。ちょっと一回走ってみるか。コースは一筋縄ではクリアできないぞ。特徴をよく見てカスタマイズをしよう。中心にそびえ立つ。サクがこんなに多いのにこの重量はきつい。絶対パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ、俺のデビルキラー。もう森、何でもモリモリつけるような状態だもんな。17年の時を超えて相手はサスペンションもつけてるし、カズマ君とタクマ君全部つけてるよな。絶対に負けられない戦いが始まるぞ。注目のカズマ君は青レーンだ。対するはタクマ君だ。カウントダウンが始まるぞ。勝たせてもらうよ。ゴースタート。少し出遅れたか。まあ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 、レースできてる。まあできてる。でも俺がインコースなんだよねこれね。足元を救われるなよ。楽しくなってきた。まあ悪くない。相手はバテるかもしれないぞ。カウントバイクが光っている。とにかく走ろう。まだ
電池の問題があるかもしれない。わからないのがこのまま行ってくれ。行くぜ。ついにカズマ君がトップ。うわ、きつそうだな。これがインコース。でもここでこれが抜かれる。トップの座を明け渡してしまった。安定した着地でカズマ。ブーストだ。ライバルマシンもブースト使った。やばい、ブーストでマウントが取れない。やべ、なんてこった。相手、行くしかねえ。行くしかねえ。粘れ、カズマ。うわあ。でも速さ足りてねえわ。速さが足りてねえし。サイドステイ外してよくねえかな、これ。サイドステイしてるのは相手サイドステイつけてない。もう相手パクってこわ。うるせえ、うるせえ、うるせえ。いちいちこの会話挟むな。今のはちょっと普通に速さで負けねえからな。でもほんと少しじゃ速くなるけど、だいぶ変わるから、サイドステイ外した分でいける気がするぜ。25グラムくらいなんだよ。それだろ。あと色が悪い。なんかこれがいいよ。なんかいまいちだよ。ピンピンしたろ。やっぱりこれ赤と黒か。あら、黒がかっこいい。ドラマチックなレースを一周。注目のカズマくんは青レーンだ。原料。対するはタクマくんだ。みんな位置につけ。サイドステイ外したから最初のコーナーでならなきゃ心配。なるね、なるね。遅れたか。いいね、いいね、いいね。サイドステイいらなかった。飛びすぎだよな、ジャンプ。ブースト使ったら死だわ。やべえ、ブーストつかなかったら負けるな。結局アウトコース陣使おう。そうなってくるとあと4周だから70目に使うしかない。なんで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 、おすげえ差ついてない。おめっちゃ大差で勝ってる。これもうし、ま、インコチや。もう構えもんか。ウソ使わずに抜いてやるよ。使って考察したかもしれない。使わずに抜いてやるからな。あと2周もあるぜ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。いいね、いいね。よし、着いた。でも次で俺もループするからそこだな。いよいよファイナルラップだ。あーっと、いいね、おっと、さあ、うわー、やばい。おっと、カズマ君、トップの座を明け渡す。くーっ、くーっ、飛んでった。くそー、これは悔しい。でもこれでちょっといける。ブースト使う、ブースト。あ、すいません、ちょ、いきますわ。アウトボス陣ブースト使おう。普通にブースト使わなくてもいけると思ったんで、あいつ使いやがって卑怯なやつだ。コースアウトする気しかしねえよ。もう使ったら2周目で使うの。2周目でアウトコースの時だから、これは固定でいつもインコースでやりかされる。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。ぐるぐるでブースト使いたいよね。ぐるぐるは今シーンでアウトの時に使うとぐるぐるだったら、これはぐるぐるじゃない。この後だよ。なんでなんで、さっきこれ何だった、さっきこれ何だった。うわー、ちょっと運要素あるよこれ。さっき何だかったもんだって。こんなはずでは。なんとここでカズマ君がコースアウト。
マジかよ、さっきならなかったじゃない。勝者は。あ？くそ、空調か。そうか、なるほど。寒いとか暑いで空気の重さが変わり、ドラマチックなレースを乾燥してたりすると飛びやすくなるみたいな。お気に入りのコースだ。今日はどんな奇跡が起こるのか。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。レーティングはクラブでゴー。ゴート少し出遅れたか。頑張れ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 。足元を救われるなよ。行くぜ。やめろ。よし、何が起こるかわからないのだ。4周目か。おかしいな。ブースト疲れてきやがつらい。警告状も大歓迎だぜ。次の週カスタマイズが良かった。あらなお前の静けさなのか。次の週入った瞬間行くか。みんなのカスタマイズ来るか。こカーブだ。これがカズマ君のベース。おっとカズマ君の気合が増す。粘れ粘れ粘れ。いいぞ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 。よし、あと走るだけ。サーブぜ。変なコースアウトやめてくれよ。追いつけない。おお、結構迫ってきたな。悪くない、いいよ。ブーストできたぞ。これは大きい。何が起こるかわからないのがポケスターだ。最後ぐるぐる回されるけど、タクマには回ってる。よし、勝った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 。勝ちました。嬉しいぜ。駆け抜けろ。カズマ君のマシン豪快な走りで一回転だ。よっしゃ、俺強かった。強かったぜ。タクマ、その戦いをものにしたのはカズマ君だ。おめでとう。ふん、俺の勝ちだ。ミカちゃんかわいい。ああ、タクマ君のマシンも相当の速さだった。タクマ君まだポケサーマシン持ってたんだね。ずいぶん手入れもされてるみたいだし、やっぱり俺レースを忘れられなかった。ポケツアーも結局手放せなくてさ。そうだったんだ。でもやっぱりプロレーサーになれなくて悔しいし、辛くてここには来れなかったんだ。どうしてもマシンを見ると思い出しちゃうから。タクマくん、いろんな仕事をして新しい自分を探そうと思ったんだけど、どうしてもレースや競争って言葉から離れられなくてね。今やってるホストの指名獲得レースも熱くて好きなんだけど、そういうレースもあるのか。やっぱり自分の原点はボクサーだったから、ポケサーだったから今カズマ君と走って改めて思ったよ。俺ポケサーが好きだ。もっとここで熱いバトルを感じていたいって思った。タクマ君、それじゃあファイター、俺に2代目ポケサーファイターをやらせてもらえないから。あ、メスキングが落ちてる。自分の夢はもう一度この場所で叶えたいんだ。ああ、感動した。ああもちろんだよなあ、カズマ君。ああ、タクマ君、初めて会った時と同じいい目をしてるぜ。ありがとうカズマ君。カズマ君がスタジアムに呼んでくれなかったら、きっといつまでももやましたままだったと思う。そうか、これからの実況期待してるぜ。二代目ファイター任せて。あとこれは今日の俺なかなかのパーツだから使ってみて。いだってモーターマーク2受け取った。もうモーター一強じゃんこれ。これはいだってモーターマーク2じゃねえか。ありがとうよ、大事に使わせてもらうぜ。ねえタクマ君、今のマシンはどんなカスタマイズしてたの。今私ポケサーに久しぶり、私ポケサー久しぶりだから教えてよ。うん、いいよ。じゃあそこの作業台に行こうか。ミカちゃん、僕も教えてあげるよ。おい、これ冷えってやつ使うわ。おい、お前ら
え、何？これからも仲良くやれよ。くだらねえ喧嘩とかするんじゃねえぞ。どうしたの急に。僕ら子供の頃からの友達だよ。そんなことするわけないじゃん。そうだったな。すまん、いらねえ心配だったぞ。変なカズマくん、カズマくんもおいでよ。一緒にカスタマイズしよう。後で行くよ。カズマくん本当にありがとう。まだ助けてもらっちゃったね。いや、いや、いいんだ。二代目ファイターの件が解決して俺も安心したぜ。いつ引き継ぎをするんだ。そうだね、まずはタクマくん今の職場に行ってちゃんと俺から挨拶しないといけないし、その後は少々の手続きもあるから完全に交代するにはもう少し先かな。じゃあそれまであんたの実況は切るってわけか。ああ、最後まで自分の全力の実況をお届けするぜ。まあそれで交代が完了したら実家に帰るよ。寂しいな。そういえば実家は豆腐屋っていうのは知ってるから、ここから遠いのか。うん、田舎ってことがぴったりの街さ、そう簡単にカムロ町には出てこれられないだろうね。じゃあ寂しくなるな。まあ元気ではそのうちあるかもしれないぜ。だな、せっかく M さんを見つかったんだ。新しい人生頑張れよ。大丈夫さ、たとえコースアウトしそうになっても踏ん張ってみせるよ、カズマくんみたいにね。うん、そうか、新しいマシン作ったから実況お願い。ああ、今行くぜ。最後リーズしよう、今度こそ負けないからね。うん、いやちょっと待ってよ。じゃあ俺実況行ってくるね。実況者のリアルが見れて面白い。でそいつになっても熱くなれるぜ。世代を超えてこれからも楽しませてくれそうだな。そして結婚おめでとうファイター。いいストーリーだったぞ。うわー、ボケされ強くなった。そしてまた戻ると。伊達モーターマーク2なんてもらっちゃったらやりたくなるじゃないですか。ちょっと困りますよ。ちょっと家族レースしてきたの。それは勝負しようよ。ミカちゃんとやりたい。今ちょっと忙しいんだ。また今度だ。メスキングカード落ちてる。スーパージャイアントスイング。誰だとしてやつ。あ、カスナ君、私のポケスターまた始めたの。よし、見ない。やるやる、いいぜ。ギャラ借りな。12週間。よし、ドラゴンに勝負だ。カスタマイズ12週だから、バッテリーは NS バッテリーつけないとな。行くぜ。このコースは一筋縄ではクリアできないぞ。特徴をよく見てカスタマイズをしよう。侮れないのがミニジャンプゾーンだ。油断してるとコースアウトにつながるぞ。頼んだぜ、俺のドラゴン。カズマくんへの思いは、あ、ミカちゃんの車かわいい。ミカちゃんの熱い眼差しにカズマくんはどんな走りで応えるのか。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはミカちゃんだ。いや、いいじゃん、かわいい。熱いレースの始まりだ。え、嘘だミカちゃん、おっそ。はい、かんぱーい。え、嘘だろミカちゃん。くそー、なんでこんな遅いんだ。しょう、うわー、うわ、コースアウトしちゃう。くっそー、ミカちゃん早え。こんなはずでは。カズマくん、コースアウト。勝利を逃してしまった。勝者はミカちゃんだ。おめでとう。ミカちゃん遅すぎだろ。リプレイが見れるんだ。
ぶっ飛んでいける。勝者はここまでリプレイしなくていいだろ。リカちゃんブランコ解散するらしいんだったら、ありがとう、また走ろうね。よし、俺はちょっと上級コースに挑戦するぜ。カイドン、この間俺のために講義で探しを手伝ってくれて本当にありがとう。なんだよ急に、気にするなんて言ってただろ。それ感謝してるってことさ。でも言葉だけじゃこの気持ちを伝えきれない。そこでトゲサーコースエディットをお母さんくれたのに用意してよ。なんだそりゃ、マジで。何コースエディットって地位ボクサーコースを作れるあれか。しかもコースパーツは全て無料だ。ゾミニコース料を楽しんでくれ。なんかもうこのためだけに竜がごとく買ってもいいレベルの作り込みだな。作ったコースを取るとそのコースで大会を減ることができるようになるから新しいコースを作ってくれよ。すげえじゃん、神ゲーだろ。ああ、普通にこれが好きな人もこれな、これが好きに買う人いるよな、絶対こんなの。いや、割となんか本編の3割ぐらいなんか全体の2、3割これにかけてさ、カスタマイズする。あ、いや、コースを作ったマジだ。いや、もうで最速にして、最速のやつを作って、最速のやつが勝つコースを作ろう最速のやつを作って、最速が勝つコースを作る。コースアウトとかしねえからな。スピードリナテンモーターマーク2、リナテンモーターをつけた状態でこれつけてどれが変わるんだ。加速力上がるぐらいか。まあ重要だな。いや、もうウルトラ新速。バッテ高速サイドステーなし、サスペンションなし、バンパーなしこれが多分理論値現状の。最高のコースを作るぞお前。やっ、あー取りそう。どうなるんだろう、ワクワクすっぞ。カズのオリジナルコース5個作れるんだな。いや、カズのオリジナルコース1、まずさっきする。あ、違う、え、何これ、すごすぎだろ。スタートゴールは、あー、スタートつなげなきゃダメなんだな。すごすぎだろクソコース作ろうわ、すげえなー。どうやってカーブにするんだろう、曲げ方がわかんない。ノーマルカーブ、ブロックカーブ。これなんかポリゴンでカクカクしてるんだと思ってた。まあ今時そんなのないけど、わざとなんだな。ウォール、ハンパーロングウォール、カーブはどっちやんだ。こう消し方わかんねえ。ストレートし、シラクス。コスト50。カーブはファイター。サクマ。わからん。
ところ力の入れようはマジで。あ、すげえすげえすげえ。あ、すげえすげえ。なんでなんだ、簡単じゃねえか。超簡単じゃん。いや、センスねえコースだな。できた。超つまんなそう。なんか面白いトラップ仕掛けてえな。へこみがあるんだこれ。リバース。これって1個しかつけられないのループって。ループはステージ1個のみか。あ、これ誰かコースチェンジするからか。いや、いいこと考えた。芝で限界までスピードスタートするか。芝で限界までスピードを落とさせておいて、落とさせておいてからの、あ、2回とかできる。すごっ。え、なにこれ、すごすぎだろ。マジかよ、超楽しいやん。マジで。どうしようどうしよう、ルートを2回にするんだ。どうなってる。いや、マジで消しちゃった。もうマジで作ろう。いや、マジちょっと、まずお手軽コース作ろう。4階建てにできるんだな。2階に行き方を知りたい。階層 A よ。今度2階に行くんだ。種類変更。敵はコースアウトしないんだよな。坂道でこう回数作ってる。坂道か、坂なんてあるか。あ、レーンチェンジ違う、ループチェンジ違う。え、
これを消して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 、この種類を変えるとルート作成できる。ルート作成、この後に、あーできたできたできた、すげえすげえすげえ、なるほどなるほどなるほど、才能なるコースができそう。クソガキがつくし、練習弦があんのかよ、ショックだわ。できた。2回にループ使っちゃう。あ、ループ2回できないんだ。スタートしていきなりループ。で、ループの後はなんといきなりジャンプセクションがあって、へこんでて、で、芝生があって。で、2ジャンプの後にカーブが来て、その後に芝生があって、ジグザグでなんか色があって、芝生めっちゃセンスにあふれてる。よし、やるぞ、この超スピードのドラゴンで。おお、なんか良さそうに見える、こう見てると。ほら、できたできたできた。ちょ、このため大会開いてくれ。よし、じゃあ始めるぞ。始めるぞ。カズマエリットマッチ。コスト25やっちまったな。コスト上げ忘れた。やべえ、今さらコスト25の体感なんて絶対ねえよ。これに勝たなきゃいけねえんだ。バッテリー、あれはまあバレルタイヤでいいだろう。スーパーバレルタイヤぐらいにしておいて、ヒュンはミドルかな。スーパーミドルフィン、モーター伊達使いてえところだけど、伊達だけ使いてえ。いや、スーパーノーマル。あ、じゃあなし、サスペンションなし、バンバンなし。よし、25切ったぜ、いくぜ。カズマ君のセンスがキラリと光るオリジナルコースター、素敵な走りを期待してるぞ。
どうする見どころはループチェンジとなんか芝生とかいる。手はいけないのがこの芝生だ。こうこうそうそう。スピードが奪われる前に駆け抜けろ。頼んだぜ。俺のデビルキラー。あのちょっと芝生があれかよ。この時を待っていたよ。見どころって。カズマ君、これが僕の集大成だ。全力で行くぜ。なんでファイターしかいないの？注目のカズマ君は青レーンだ。対するは。お久しぶりポケスターファイターだ。最高の走りを期待してるぜ。やるか。お早いぜ。リタイアするには早すぎるぞ。やってしまったマジかよ。こんなはずでは。まだまだカスタマイズが甘いね。君にはまだ少し早かったかな。挑戦ならいつでも OK だ。いいレースだったよ。リベンジ。あ、せせせ、こういうカメラがあんのかよ。戻したい戻したい。戻るの遅っ。あ、いやいやいや。面白いな。いいレースだったよ。リベンジなら。パーツはもうねえだろ。送ってきたら何か売ってくれるんだろ。いや超楽しいぞ。絶対が出たい。普通の質問。よし、じゃあ始めるぞ。ベテランコース、見てください。上級者チャレンジ大会に出場したいコース35で、いやー坂とジャンプと壁とこれまた何もかもがやばく 238.6 を8周させられるから、電池も消耗もかなりのもんで、タクミスかな。ドラゴンがさっき勝ったマシーンだったっけ。違う、これは非常にスピード特化してるな。ローハイとミン、キンはカーブやらかミドルフにして、モーターはイラテンツにしたいだろ。ギアはスピードそんなね、パワーパワーが欲しい。パワー特化かなりスピード落ちたな。バンパーだけつけるか。これはいいだろ。このコースはユニークな作りをしているぞ。じゃあこれ一発作りやすい。しまうなのか。カスタマイズしてみよう。このコースの主役はなんといっても急カーブだ。気を抜くと一発でコースアウトするぞ。うん、カーブか。俺のドラゴン。本日のライバルはいつもマシンと一緒に河原を走っているらしいぞ。特訓の成果を見せてくれ。注目のカズマ君は青レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。最高の走りを期待してるぜ。マジで加速すごい。加速だけ。よし、なんか言って跳ねすぎ。記憶ブンブンしてる。いや、これいいぞ。これいけるよ。あいつインコースだもんな。跳ねすぎだけどな。なんであいつあんな跳ねねんだ。何芝。インコースだ。いいんだから、インで抜けない。これはきつい。これはきついぜ。すごい。そうだった。
ちょっと待って、1位のやつだけ早すぎだろ。行くしかねえ。うわ飛びすぎ。耐えろ。うわあ。飛びすぎだ。こんなはずでは。これは辛いよ。勝者はご覧。うわすごい。面白い。早く死ぬぞ、怖い。酔いそう。後ろを見ることもできるんだな。面白いな。定点カメラ、俺ね。芝生がやばいな。そのためだけに島の対峙するのか。ジャンプでもかなり苦戦してるから、対応ジャンプ用のにこう変えるのきつそうだね。楽しい映画の定点して見てるな。おすすめ、うーわすごい。これはナイフだけな。いや。速さが足りてないね。もうどれでやったっけ、これ。これか、ドラゴン。コスト35だからギリギリなんだよね。あれ今ドラゴンでやった？違うよな。高速バッテリーがついてる。でも何で挑んだんだ？いや。もしかしてバテてた？よし、じゃあ始めるぞ！始めるぞ！ああ、わかった。俺、ドラゴンでやって高速バッテリー使ってたから、バテてんだ。238を8周か。ノーマルバッテリー。スピードが低いかな。坂道はまあともかくとしてスピードが遅い。もうちょっとバランスのやつがいい。中速かな。ウルトラダッシュ。コストちょうどいい。跳ねすぎなんだよね。急速にして、一回やってみるか。このコースはユニークな作りをしているぞ。このコースが1ヶ月マシンもカスタマイズしてみよう。このコースの主役は何といっても急カーブだ。気を抜くと一発でコースアウトするぞ。頼んだぜ、俺のドラゴン。本日のライバルはいつもマシ、注目のカズマくんは青レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。まもなくスタートだ。集中。芝半端ねえよ。みんな後ろつけてんだ。ルッチも変われる。すげえ。はい。みんなのカスタマイズが光っている。
今のとこ今の2周しかない。おお。いいいい、さっきよりいいぞ。芝のみきつい。相手の方がインなのに。嘘だろ。おい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 、そんなの一回だけにしてくれよ。もう気にすんねん。よそ見をしてる暇はないぞ。やべえ、あんまりレーナできねえよ。マックス早すぎたが、ちょっとこれ、うわやばい。もうちょっと電池消耗して遅くなる。ちょっと逆に、やべえ、今踏ん張ったの？すげえ。あと2周頑張れ。もうゲージがないぞ。頑張れ頑張れ頑張れ。もう見下ろしかねえ俺は。やってくれる、やってくれるぜ俺のドラゴンなら。おし、あと2周いける。何が起こるかわからないのがポケサーだ。いよいよファイナルだ。行け行け、もう何もなく行け、何も何事もなく行け。いけるぞいけるぞ、もう一つだ、これが最後。よし、圧倒的では大会の優勝者です。おめでとう。これは素晴らしい。俺の勝ちだ。面白すぎる。てかこの手のゲーカスタムしてさ、カスタマイズしてレースするゲームすげえ楽しいのにさ、もっとなんか看板タイトル的なのあったらいいのに。ミニオンクはもっと頑張れよ。ポケモンカードのゲーム面白かったけど、そういうのってやっちゃうと実際には売れなくなるからなのかな。